福井国体が開かれた昭和43年から運動公園の近くに店を構える山田食堂。今も昔ながらの味付けメニューを変わらない価格で提供、多くの市民に愛され続ける。中でも一度食べたらやみつきになるとブログや口コミで評判なのがカツカレー。揚げたてのカツだけでも美味しくいただけるお店です。カツカレーは一番人気ですが、今回おすすめするのが絶品オムライスと中華そばです。まずはスープから一口。昔懐かしい味のスープは一口飲むと昭和にタイムスリップした感じになります。学生の頃に運動公園で練習した帰りにカツカレー、オムライス、中華そばなど食べた記憶が蘇ってきます。チャーシューは肉厚で噛むと肉の旨味が口の中いっぱいに広がります。昔ながらの中華そばを探してる方、好きな方、山田食堂の中華そばは美味しいですよ。食べたらやみつきになるオムライス。中の具には鶏肉がぎっしり、玉ねぎとご飯のバランスが絶妙でめちゃくちゃ美味しい。卵とろとろオムライスも美味しいが、私は昔ながらのオムライスが好きです。昭和レトロな大衆食堂、
山田食堂はいかがでしたか。一番人気のカツカレーも美味しいですが、昔ながらのオムライスに中華そばも本当に美味しいですよ。福井市運動公園に来たら食べに来てみてください。懐かしい雰囲気も楽しめますよ。最後までご視聴ありがとうございました。